中国の習近平国家主席は激しい抗議活動が続く香港をめぐり、トップの行政長官を支持する姿勢を強調しました。人民政協習近平主席は政府機関の成立70周年の記念大会で演説し、香港市民による香港の統治、高度な自治を貫くなどと述べました。一方で行政長官への支持を引き出し愛国を発展させるとして、デモ隊が辞任を求める林鄭月娥行政長官への支持が重要との認識を示しました。1週間余りに迫った中国建国70周年に向けて引き締めを図ったものとみられます。さらに台湾についても触れ、いかなる形でも台湾独立活動に断固反対しなければならないと強調しました。